ガオちゃんの西成チャンネル。はいどうも、西成区住みますげはいどうも、西成区住みます芸人ライオンうどんガオちゃんです。ギャオということで、ちょっと一応ねご報告という感じで言ったんですけども、ちょっとねなんやねんっていう話なんですけども、こうちょっとね、西成チャンネルずっと長いことやってきてまして、西成チャンネルといえば、西成の、お店とかね、お風呂屋さんとか、僕の生活とかを、見ていただいてるんですけども、この度というか、西成チャンネルね、おかげさまで、長いことをやらせてもらってまして、結構ね、やっぱ西成の人とか芸人の人に見てもらったりとか、西成の人に見てもらったりとか、チャンネル再生数とかは大して変わってないですけど、なんとかもうちょっとでね、2000人登録者いくぐらいの感じでなんとかやってるんですけども、いつもね、これからもどんどんね、ちょっと西成チャンネルをやっていくんですけども、西成チャンネルといったらやっぱりね、銭湯なんですけども、で銭湯好きでずっと、行ってる様子も上げたりとか、銭湯も上げたりしてたんですけども、ね、銭湯は素晴らしい場所でございまして、もう銭湯なしではこう生きていけない体になっておるんですけども、吉本でもこの地域創生というか、地域をこう活性化する活動っていうのを47都道府県やってまして、で僕は西成区住みます芸人として大阪で銭湯をこう盛り上げていこうということのプロジェクトもやらせてもらってて、ガオちゃんの銭湯プロジェクトということで、銭湯でイベントやったりとかなんやかんややってるんですけども、ちょっとねこれからもいろいろ銭湯で盛り上がるようなことをねちょっとねやっていきたいんですけども、銭湯に行ったことない人がいっぱい銭湯に行くようになればこう盛り上がるかなと思って始めたプロジェクトがありまして、それがねこの風呂魚というのをね、こういうグッズというかね、一応風呂ブランドみたいなの作りまして、これ何のことかと言いますと、お風呂に銭湯に何回も行ったりするんですよ、1日に。そのことを、1日何回も行くということは、水中にいる時間が長いですよね。銭湯も前でお湯の中なんで、ある種水中なんで、びちゃびちゃなんですよね、言うたら1日いる。その1日何回も銭湯行くことのことを、もう魚ぐらいびちゃびちゃ濡れるということで、魚と呼んでたんですよ、何回も銭湯行くことを。それが発展して、銭湯に行きまくることを魚と呼び、銭湯に行きまくる人のことを、風呂魚と呼ぶようになりまして、でシールも作って、これでこの絵もちょっとこのなんかロゴもちょっとね自分の中で降りてきまして、これ絵やってなって、こうで相方のしげみくんにちょっと書いてもらいまして、このロゴを、一応作りまして、風呂魚というものができたんですけども、風呂魚を増やしていこうという、プロジェクトをやってまして、で西成の銭湯とかでイベントをやったりとか、実際働いたりとかもさせてもらって、お風呂銭湯をこう広める、ちょっとでもね広める、良さを広める、活動をしていきたいなということなんですけども、で風呂魚を増やそうということで、なんと、新しい YouTube チャンネルを作りました。そちらは、そちらのチャンネルが、銭湯に行きたくなる YouTube チャンネルということで、銭湯に行きたくなる YouTube を、風呂魚という、YouTube を立ち上げまして、こちら銭湯専門チャンネルということで、銭湯のね、魅力、これ見たら銭湯に行きたくなるなっていうような、YouTube を作りました。はい。なかなか銭湯でね、こう撮影させてもらうっていうのもね、ほんまに銭湯って掃除とか営業とかって結構ハードな、こう、銭湯さんっていうのが多くて、それでちょっとね、お時間もらうっていうのはなかなか言えんかなっていう部分はあるんですけど、その分ちょっとね、魅力をできるだけ発信できるような、動画を撮影させてもらって発信していって、ちょっと風呂魚が増えるような、YouTube にしていこうかなと思うので、銭湯の紹介もそうですし、銭湯の楽しみ方とか、そんなんとかも発信していって、風呂魚を増やしていきたいなっていう YouTube チャンネルを作りましたので、そちらの方ぜひ、こうちょっとリンクというかね、あるんで、そちらから、風呂魚
YouTube に、まあ、風呂魚銭湯へ行こうっていう副タイトルにしてたんですけども、ちょっと風呂魚銭湯に行きたくなる YouTube っていう感じでサブタイトルもちょっとねマイナー変更しようかなと思って、そちらの方もねちょっと登録していただきまして、広めていただけましたらありがたいでございます。1回目はちょっとね、住之江にある姫松温泉さん、ちょっとねがっつり深めに紹介させてもらってるんで、お風呂のちょっと歴史とかお風呂を作った工務店とかね、お湯の温度とかちょっと、細かい結構深めんとこまで、紹介させてもらえるような YouTube にしたいなと思ってますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。で結構こう YouTube も結構いろいろ見てきたんで、なんか見てもらえるような編集というかをこう詰め込んだ、まあちょっと今のところこのこう YouTube のこの集大成感もあるんで、こちらいい感じで、まあ僕なりにいい感じでこう本気の編集をしているので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。ただちょっとねこれから銭湯とかに行ったりとか、ね、ちょっとイベントとか参加させてもらったりとか、まあこういうちょっとねグッズみたいなのもね、チラチラ、まあちょっと銭湯に行きたくなるグッズみたいなことで、まあ、こういうまあ欲しい色はねちょっと自分で作ったんで、もし欲しい方が見れたら撮れますんで、じゃあ QR コードこれ YouTube チャンネルで風呂の魚のシールあるんで、これ欲しい方あったら言ってもらったら、まあ、できるだけ持ち歩くようにするんで見てください。でこれも、実は、風呂魚タオルも作りました。はい、じゃあ風呂魚のタオルで、一応これもちゃんと吉本で作っていただきました。吉本のこうプロジェクトで作っていただきまして、一応こちら風呂魚タオルということで、銭湯に行きたくなるタオル、風呂魚タオルということで、こちらもねちょっと作りまして、一応こちら770円で販売しておりますので、ちょっとタオルにしては高いっちゃう方が思えるかもしれないですけど、一応ねこちら泉州タオルなんです。はい、泉州タオルね、すごいね水吸収するんで、普通に物としてもちゃんとしてるんで、こちらも、はい、まあいろんなちょっとねイベント行ったりする時とかにちょっとね軽めに物販みたいな感じはするかもしれないので、こちらで、まあ欲しい方いたらまたメッセージとかいただけましたら販売できるようにしますので、まあ、これ持ってね銭湯とか行ってもらったらいいなと思います。西成チャンネル、まあちょっと風呂魚を中心にちょっと、いろいろ銭湯に行きたくなる活動みたいなのもちょっとねしていきますね。まあ西成チャンネルでもちょっとね風呂の感じ上げていきますけども、より深い銭湯チャンネル風呂魚があるんで、まあ、西成チャンネルとこう風呂魚セットでございますんで、西成チャンネル見てる方は風呂魚の方も、見ていただけたらなと思います。でちょっとねチャンネル登録あって、ちょっとね結構ちゃんと広めたいなという感じがあるんで、ぜひ、見ていただけましたら、で見てもらって、まあ、そこのいろいろ銭湯あげてるんですけども、あ銭湯自体に行きたくなるなってなってもらって、まあ、それ見て、まあ、そこの銭湯行くのもいいですし、まあ、お近くの銭湯とか行って、一人ね、まあまあ、行ったことない人とかもね、なんかどうやって行っていいかわからんとかも聞いたことあるんで、あ、こんな感じで入ったらいいんやっていうのももしかしたらわかるかもしれない。まあ、まずはね、行ったことない人とかもね、1ヶ月に1回ぐらいだけでも、銭湯にちょっと、行ってみるとかね。まあ、1週間に1回とか行くのは、ほんまに全然ありやと思うんでね、あんま体も、メンテナンスがあるし、ほんまストレスとかもねちょっとでもこうなくなったりするし、気持ちがいいプラスしかないですんで、銭湯は大阪の銭湯は基本今一律490円で入れるんで、まあ、タオルとかも借りれるんで、まあ、一旦行ってみてっていうのを推奨していって、そっからね3日に行くようになったりとかで、最終的にねなんか毎日行く人が、どんどん増えていって、まあ、週1回とかね行くような人が増えたら、風呂魚的にも嬉しいなということで、なと思いますので、まあ、風呂魚のチャンネルの方よろしくお願いいたします。と同時に西成チャンネルも、これからちょっと西成チャンネルもちょっとね編集のクオリティ上げていってるんで、まあ、ちょっとね、やっぱ編集のクオリティ上げてったらなかなか労力的というか、結構ね編集はまあ弱音吐かれてもって思うかもしれないですけど、まあ、編集のちょっとね、精度を上げていってるんで、そちらもちょっと楽しんでできるだけ
まあ、できるだけ配信したいっていうのもあるんですけども、こう編集のねクオリティ上げるんか頻度上げるんかみたいなね、卵が先か鶏が先かみたいなとこあるんですけども、まあまあそんなも込みで、楽しんでいただけたらと思います。編集内の、ね、いろいろ情報を探っていますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。まあ、なんかないですかね、まあまあまあ気持ち高まりしかないですね。まあ、M1 グランプリもねもうすぐ始まるんで、今年もちょっとねエントリーしましたんで、そちらの方も、西成チャンネルとかで登録しますので、よろしくお願いします。ということで皆さん、風呂魚チャンネルに行ってみてください。ギャオ西成、西成、西成チャンネル。